3つ目のサイレント E を練習するわよ。単語の一番後ろに E の文字があるときは気をつけてね。その E の前にある I の文字は I って読むの。一番後ろの E の文字は読まないでね。まずはお手本を見てね。I、I。今聞いた音はこんな記号で表すよ。発音するときは日本語のあより少し口を大きめに開けて声を出してね。それから少し口を閉じて弱めに声を出すのよ。もう一回お手本を聞いてみよう。I、I。Let's compare。E、E、Fin。I、I、Fine。E、E、Pin。I、I、Pine。E、E、Tim。I、I、Time。E、E、Rid。I、I、Ride。E、E、Win。I、I、Wine。E、E、Bit。I、I、Bite。